大丈夫大丈夫、その初っ端のやつだ、歯が痛く、タクが、しかもさ、ホテさホテ塗れんなら分かるじゃん、ホテ塗れんなら分かるじゃん、違う、上向いちゃったの、上向いちゃったの、上向いてこうって塗るから、あーこれダメだ、これ音を聞いてたの、いきなり走る、みんなで遅れればそうじゃん、行ってきます、はい、というわけでやっておりました、ブザー福岡着きました、福岡といえばせーの、もう高田ロイド、で、高田ドンブタドン、ブタドンって言った、今すぐ車から降りろ、サクはここでリタイアです、自分の飯が冷えたぞ、暑くない、エアコン何にも来ないですけど、本当に、うん、前のところから来る、何も来てないよ、一番右下、一番右、あ、違う違う違う、そのそれ、そうトンネじゃねえか、あれじゃね、あれ何、あれっぽい、あ、絶対それこれ何のスイッチ、あ、進んでないからじゃない、寝れた。ドッキリをやってもらったからね。紙出してもらえたから。やってるそう。しかもテレビみたいに自分で言うね。ドッキリ大成功。最後。あ、自分でね。そうそう。あまりにも怖ビビりすぎてたから、結局最後なんかテテレってやってもらってんけど。もう生まれて一番怖かった、今日がマジめっちゃ怖かった、めっちゃ怖えじゃん、だって今まで霊感ずっとなかったから、それがいきなりでも寝て怖い夢見ると思うじゃん、エッチな夢見たんだ今日幸せかよちょっとエッチな夢見た気がする、終わったらホテル戻るもんね、うん、今日のスケジュール最高、うん、やばい、起きて車乗ってるだけだ、
して戻る。で、お風呂とか入って準備する。だと思った。最後すぎる。携帯置いてきた。ほんとおじいちゃん。よしょ、ごめんなさい、出る前に言ったよね。なんで？え、今日さ、結婚式場戻ってくるから荷物いらないよって言ったら、いやでもこれだけ持っていこうわって言って、その中に入ってなかったの、携帯が。すごいじゃん。お、あった心配だわ。あった。この人のね、老後が心配だ。忘れるとかだったっていう。タブログ見ながらラップ作ったの。あれ、あの色着ちゃダメだよ、ね、タブログ。ここに閉じ込められて早3時間、まだ僕たちは正常を保っていられます。ですがあと1時間も経ったら、僕たちどうなるか分かりません、この動画を見ている方
爪痕残して。バックミだね。行きます。ワンボールプレー、ツーボールショータイム。頑張ります。あると思いますので、まあいろいろ多分体結構疲れてると思うから、ゆっくり家でお風呂入って、お風呂で休んで、行かないようにまた頑張っていきましょう。それでは、今日